皆さんこんにちは、こんばんは。でっちゃん、今日はね、しげぞうさんにさ、 T シャツをね届けようと思ってさ、喜入の方へね向かってます。雨がね、今ちょうど中休みみたいな感じでさ、まあ小降りっていうかポツポツとは降ってるんだけどね、空は相変わらずあれだよね、雲が厚くてさ、どんよりしてる。まあね、いつまで降るんだろうねこの雨はね。もうええ加減勘弁してくださいっていうね感じなんだけどね。もう茂蔵さんとこのさ、仕事の苔をね育てるとこがあるんだけど、そこもちっちゃいさ小川があるんだけどね、それが氾濫して全部流されたみたいだね。まあ茂蔵さんのね T シャツを作ってるんでさ、陣中見舞いを兼ねてね、茂蔵さんにね会いに行こうかと思います。大変でしたね、しかしね。まあもう、まあだけど被害は大きいところは大きいですもんね。上の方は。あの、熊川沿いなんか、大変ですもんね。もう声がっさえ相手が自然だから。ああ、もう自然。誰に当たりようもないです。そう。自然と喧嘩しようなんて思ったらダメですよ。自然に逆らったらダメ。で、作ってはみたんだけど、画像で一応上げたんだけど、すごい。こんなん。すごいですね。これよく切り取れましたね、ファイルを。それとあの胸に一応鹿児島しげぞうチャンネルっていう文字を入れました。いや素晴らしいですね。ありがとうございます。これね、L だけど L でいいのかな。あ、大丈夫。あともう一枚は動画で話したようにノースリーブやけど、ノースリーブとか着るのかな。こんにちは、しげぞうです。スタートのあれですね、うん、これだったらほら動画撮ってる時も途中から見た人でももう挨拶せんでもいいわけでしょ。あ、はいはいはい、みんな挨拶された気分になるから、こんにちは、しげぞうですっていうのを入れてみました。着替えんといかんですね、途中でスタートでこれで途中からこれに全然別にいいんだろう。これも背中のはもう入れてません。背中に入れようがなかった。あ、背中ですね。そっちは背中ですよ。いや、もうせっかくから風呂に入ってから切ろうかなと思って。これはノースリーブです。まあ真夏になったらノースリーブを。本当嬉しいな。家であの松びっくりをほらあれする時なんかに着とけば、はい、いいじゃないかな。白だから汚れるからもう飾りに。これは仕事用でもいいと思うんだけどね。撮影用にしようかな。撮影用に。撮影用に。それ着て前掛けをしたらいいかも。3点セットだね、これでね。背中のマークもですよ。もうちょっと大きくはできたんだけど、あんまりでかいとはギゼらしくならせんけと思ったんだけど。大きさが、シャツのほら、サイズがわからんかったから。小さくないですか。いや、ちょうどいいですよ。おお、松びっくりがいい感じだね。いい感じ。ああ、これぐらいでよかったかも。行商に行かねえかな、これでな。行商に。背中を取りましょうか。ちょっと取っていただいていいですか。はい、いいですよ。こっちから取らんと、こっちから逆光になるから。はい、今ね、しげぞうさんに来てもらいました。
松びっくりのマークが入ったやつ。はい、こっちを向いてください、今度は。おお。何屋さんかなと思うよね。松びっくり屋さん。行商人形までリアカーを引いて。リアカーを引いて。いいね。はい、よかったでしょうか。はい、喜んでいただければ幸いです。はい。まずびっくり、またコロナに負けないように皆さんで頑張りましょう。はい、ありがとうございます。色もやっぱこの色かも紺がいいかもなと思ったもんだから、まあ、紺よりはこっちの方がいいかなと思ったもんだからね。やっけね、世の中だよ。こういうのに世の中になるとはね、景気は悪化していくやろうね、このままだったらね。いや、まあ、ちょっと元気が出ました、これもらって。もう昨日あの畑見に行った時はね、もうこのまま川に飛び込もうかと思った、本当に。だよね、あんなもうむちゃくちゃになってたらね。水の量が兼ねてのあの水の量じゃ全然違ったですもんね。やっとまあ解除になってぼちぼち出荷できるかなと思っとった矢先、まだこんな水害、出すものがなくなったもん、あれ全部流れて。ああいうとこはこんだけの雨が降ったらやっぱりね、山の上から流れてくるやろうからね。かといってね、苔だからさ、どこでもっていうわけにもいかんだろうし。あ、なかなか立地条件が合わないと思うんですよ、ね、ある程度の湿気も必要だし。山の堤防を越えるって思わんかったもんな。ああ、想定外って言うけど、本当あの側溝の下も全部えぐれてましたよ。うんうん、もうそこの下ないで、だから、うん、お湯落ちもんじゃって思うぐらいえぐれてたけど。いや、もうそれいつ落ちるかわからんですね、下手に。大丈夫じゃないねってビンタドン突っ込んでるやん。あ、もうあそこにだから全部そのいろんなシダとか、うん、軽石とかちょうど崩れてた、あそこにずっと、ま、水を吸わして並べてたんですよね、うん、あれ全部ほら最初移したの杉林のとこまで、うん、あそこが川になったの、全部流された。軽石やったらね、流れていくだろうしね。俺、何も寝やようて。いや、最初行った時、なんで苔蜂があっとけと思って。もう全部流される。川に最初映ってたとこ、あそこは田んぼですもんね。川じゃないです。田んぼが川になって、一気に力が抜けましたね。しょうがないっちゃしょうがないんだけど、またね。まあ、やるしかないわけだから。あそこに土の袋を、泥を入れて担いでいかんといかんねんぞ。前あの、ぬくみっき作る時も材料担いでたけど、土の袋を担いでってつまんといかんから、こっち広いところで入れて、あそこで車が入らんですもんね、狭いからね。あの上竹やぶの方からこう入れたら、ほらね、車がね、散ったら来るんだろう。上はもっとひどいですよ、もう人が入らんから、なんとかあそこも最初はジャングル状態だったのをほら、まあ切り開いて、あそこまで車が入るように途中道を作って、まあ、人間があの奥の川のあそこもジャングル、最初は借りた時はもうわずかない、全部開いてやったんだけど、あの川に置いてたのなんかもう全部どっか流れていったんやからね。だからあの田んぼ整然部ここ川を越えて全部、いやほら、あの川の中にちょろちょろ流れてるところにこう置いてあったのが、あ、上に上げてたんですよ。ああ、上げあった。上げてたんだけど、もう水位がそれ以上上がった。ああ、それ以上上がったからね。もう1メートル以上水位が上がった。堤防より上がってたから、もうどうしようもないよね。竹のテーブルは大丈夫だったみたいね。竹のテーブルもね。あれだから埋めてるから、埋めてるから。でも片付けようかって昨日思ったんだけど、また今夜降ったら、また一緒やねんか。あの辺はもうほら手入れしてないから竹、木、あれが流れてきて、あ、橋に引っかかって、あふれるんです。橋桁がやっぱり一番危ないですよ、狭い川の橋桁は。一気にね、流木なんかが引っかかるからね、竹とかね、狭いとこは。水害みたいにならせんかねと思ったけど、まあ、そこまで。八六水害の後に市内のあの川は、あのほら堤防とか、まあ、防壁とか作ったから今回は溢れんかったですよね。86水害の時より降ったんじゃないかなと思うんだけど、降ったような気がするけど、86水害で私はあの車が埋まったですもん。ああ、
あの白山のど、あの乗り面が崩れてきて、あの時はだから新川とあの小月川は溢れたんですよね、うん、そうです。あれがもう溢れるよ。でもかなか低いから、うん、あこうな竹間のところの友田のところに行ってて、そこの駐車場がちょうどあの乗り面のところの下のところだったもんやから、そこに止めて行ってたら、さあ帰ろうかと思ったら、もうバケツひっくり返すような雨でですよ。もうこういうの雨の中は戻らんねえが、もう一回ちょっと茶でも飲んで、はいはいはい、こぶいなと思って、ほらって言ってやから、はい、もうそういう方がよかかもなって言って、茶を飲みよったら電話が来て、はい、車が回りましたよ。え大の車が大の車じゃない、私の車が埋まっちゃった。3ヶ月ばっかり出てこなかった。市が全部ほら片付け、市の方から電話が来て、車が出てきたからどう処分するのか来てくださいって言って、いうか現場に行って、目の前に自分の車があるのにですよ、分からんわけですよ。オープンカーになってるから、もう屋根も剥がれてオープンカーになって、タイヤももうハの字になって、え、どこ出てる、目の前ほらって言われてあらあらって言って、だけど今は笑えるけど、うん、もうその時はもうないとこじゃなかったです、ね、タイヤもですね、タイヤも4本変えたばっかりのタイヤやったんやけど、もう全部破裂してた、全部破裂してハの字になって、もうアルミホイールも多分ダメやろうねと思った。もうそのまますいませんって、業者の人にもうそのままもう処分してくださいって言って処分してもらったけど、だってもう どうしようもない、もう 運びもできんし、だから業者が地金屋に持って行ったんじゃないのかな。はい、平成7年か8年何年やったっけ、もう結構なりますよね。7年か8年だったと思う、もう20年以上ですよね、うん、あんとも、だからでしょうがないから友達の軽トラックを借りて帰ったんですよ、家に。ああ帰ったんだけど、私その時星ヶ峰に住んでたもんだから、もう向こうの方は通れないからですね、種山の方からほら中山バイパスのあっちからまたバイパスができてなかったから、あっちの方から帰ろうと思ったら、もう一面湖で、どこが道路か田んぼかわからんから、あの電柱とか標識を目印にずっと走って帰ったですよね。2ヶ月分ぐらい降ったらしいから、もう腹いってやったな、うん無能ドランド、あれにバカ者たち。ああ、今日はあれでしょう。七夕、うん、天の川じゃなくて、天の川じゃなくて、あたやまに川がしっちゃうれただったらな、そらん川が、天の川がしっちゃうれただいかも。天の川が氾濫したんやろうか。まあ、元気をもらいました。はい。ありがとうございます。いいえ。大切に、はい。いらしていただきます。利用してください。風呂でもゆっくり入って、元気を出してください。はい、どうもご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。